こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、オーバーサイズベストの編み方4番目。1枚目の丈が全部編めたので、伏せ止めをしていきます。色合わせはこんな感じで、フデルトバッサーの後にトゥルーラブの赤とテントウムシを入れて、森を入れて、深緑の単色を入れて、もう一回フデルトバッサーを入れておしまいにします。これから伏せ止めをしていきます。特別なことはなくて、模様編みのところは特にストールでもやっているし、ここのゴム編みの部分はコクンカーディガンの時も伏せ止めやってるので、知ってる方はこの部分は飛ばしていただいて大丈夫です。最初の目は普通にこうしちゃって、ゴム編み部分は表編みを編んで前の目をかぶせる、裏目は裏編みをして前の糸を前の目をかぶせる。これでやっていきます。表編みは表編みで伏せて、裏編みは裏編みを編んで前の目をかぶせる。これをこのようにしています。肩を剥ぎ合わせるときは巻きかがりで閉じるので、こんな感じで、でもう一個か、もう二個か、こんな風にしています。かごめ編み部分は手前のは裏編みの裏側なので、そのまま表編みをしてかぶせる。かけ目の方はかかってる糸のかかってる目の裏側の糸の方に針を出して持ってきて、ここがねじれるようになってるんですけど、これでかぶせる。もう一回、裏編みした目は表編みをしてかぶせる。かけ目は糸の向こう側に針を出してねじれるようにしてかぶせる。これを最後までやっていきます。ちょっと最後まで伏せ止めをしていきます。最後の目はこうじゃなくて、向こう側に針を入れてかぶせて、肩の閉じる分を残して糸を切ります。ちょっとどのぐらいになるか合わせて仮止めしないとちょっと分かりにくいかもしれないので、身ごろの半分ぐらい
の2倍ぐらいを取っておけば足りなくなっちゃうってことはないと思います。なのでちょっと広げて身ごろの半分ぐらいまで糸を取って、ちょっと余裕を持って取っておいて、この糸端を輪の中に入れてギュッと止めちゃいます。これで1枚目が完成しました。完成したんだけど、一応サイズなどお伝えしようと思うので、このあとスチームを当てて幅がどのぐらいになっているかと、着丈をどのぐらいにしたのかと、あと私は段数はカウントしないで体に合わせていいところまで編んだので、2枚目は段数を合わせていかないといけない人もいると思うので、段数の数え方をちょっとお伝えして終わろうと思うので、ちょっとスチームを当ててきます。スチームを当ててきました。このテーブルだと広げてサイズが測れないので先に測ってきました。のこっちがゴム編みなので、今この状態が着丈になります。最終的にまた水通しするとちょっと変わってくるかもしれないけど、スチームを当てた状態では着丈は67センチ。そしてこの横幅は69センチになっています。前回の一番最初に編んだオーバーサイズベストは着丈が55センチで、身ごろは約65センチ。上のところは首元が少し伸びるんだと思うんですけど、上は70センチぐらいで、身幅は65センチでした。今回は着丈が67センチ、身幅は今のところ69センチになっています。なのでこの状態で体に合わせるとお尻はしっかり隠れる丈になっています。もうこのまま膝掛けに使えそうなぐらい大きいです。こんな感じで編めました。あと1枚目は自分の着たい丈で編んでしまったので、段数はカウントしてなかったので、ちょっと目安になるように段数をカウントして、こういったマーカーがあると便利です。なくても余り糸とかをくくりつけてもらってもいいんですけど、この私の編み方だと両端は掛け目とか鎖編みのようなものをしていたので、一番下がこの目になります。でこういう鎖が
1,2,3,4,5,6 っていう風に数えていて、この鎖一つで2段分あります。私は鎖を20個ずつにして20個前にクリップをつけていきたいと思います。なので1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19、赤と水色の目で、また次の鎖から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20っていうように段数が多いので20個ずつ40段ごとにクリップをつけていきます。そうするとこっちはもうつけたんですけど、こんな感じで今回私の編んだ段数は40段が1,2,3,4,5個なので200段と鎖が 1,2,3,5 だから3,2,6の6段、トータルで206段編みました。私の編み手だと206段で着丈が67センチ、お尻がしっかり隠れる丈になりました。こんな感じで同じサイズをもう1枚だったり前後差をつける場合はお好みで前後差をつけてもう1枚編みます。こんな感じでやっと1枚目が編み上がったんですけど、ちょっと前回よりも丈を長くしていたりしたので、ちょっとより時間がかかりました。他のものも編んでしまってるからだと思うんですけど、と次のもう一枚は頑張って早めに仕上げて、オーバーサイズベストの編み方としては次が脇のとじと肩のはぎで完成っていう形になります。やっぱり何日か編み上げるのに時間がかかるので、とじはぎの部分まで日数をまたいただくんですけど、完成した着た感じもお楽しみにしてください。もし編んでくださっている方はちょっととても長旅になってるかもしれないんですけど、色合わせとか色の出方とかを楽しみながら編んでいただけるといいなと思います。じゃあ今日は段数の数え方とこの伏せ止めのところとスチーム後のサイズの確認のお話をしました。一緒に編んでいただけるととても嬉しいです。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。